はい、どうもね。えー、今回ですね。まずは、ムニャチン関係ですね。あの、ファイのザーがありましたですよね。プロジェクトベリタさんに、えー、え、露されてまして、もう、ムニャチンを実は、あの、いろいろ実験してやってるんですわ、ということがありましたが、うあの時は疑いだったんですけども、えー、認めました。え、ファイのザー側が、え、やってますよっていうことをね、認めちゃうんですよね。何やったんねん言うて。何をやったんねん案件ですね。そこの記事、えー、ご紹介します。次のビヨンデンですね。ビヨンデンが、あの、新型コロコロで、あのー、緊急事態出しましたけども、えー しますとえー、その発表したんですが、日本とね、同時期なんですよね。これ何な,なんですか何の意味があるんですかねまあそこの記事紹介します。で、そのビヨンデンなんですけど、機密文書。えー、これはあの、今ね、調査始まってますけども、特別検察官がありまして、えー、調査しますと。ほんで、記者の方にね、色々言われてるんですけども、私何も知りましんって言ったんですが、他に言っても知りましんちゃうやろ、言うて。まあ、ゴムの皮履いでまずぞ、言うてね。そんな記事がありましたね、えー、内容をお伝えします。で、最後にそのビヨンデン 4年の息子カリウドビ、ね、4での最新情報がまた出てきまして、あの、ま、メール関係なんですけど、今回ね、もう数のパイですね。間違いなく。もうだいたいもうホワイトのハウス、あそこと一緒になって、もうもろもろ情報投げとるやないかと、いうことがわかりましたので、内容をお伝えしたいと思います。 まずは、むにゃちんがわけですね。むにゃちんのファイのザですね。ファイのザがですね、もう疑いじゃなくて、やってますっていうことをね、認めました。これはどうなんですかもう、こんなんね、めっちゃ悪いことやってますよね。えー、一旦紹介します。えー、ファイのザーが、あの、ウォーカーさんがですね、えー、むにゃちんのうんぬんかんぬんちょっとまあ、いじってまんねんと、ウイノルスいじってまんねんと、思考、進化、研究を模索してるっていうことを、えー、言ってましたが、まあ、これについてはまだまだまあ、疑いですよね。まあ一応その 黒ではあったんですけどほんまかなっていうところがあったんですけど、えー、ファイのザ側がこれを認めましたナオミ・ウルフ博士になるんですけども共同研究者とともにここがあのすごい後で出てくる重要なんですけども共同研究者ってまず誰やねんっていうのがこれありますちょっとまず続き紹介しますオリジナルのサーの頭のウイのルスを用いて懸念される新しい変異の体から、えー、スパイクタンパク質を発現させる研究を行ったと ということをまず言いました。つまり、これは基本的に、えー、私たちは実際に機能獲得研究を推進しています。私たちはウイノルスをより知識的にするための実験を行っているのです。ということをね、言ってるんですよね。で、まあ、その言った先で言ったその変異を生むのかやってまんねんということと、もう一つ先のあった共同研究者、ここの言葉が怪しすぎると、なぜなら、彼らはアメリカの協力者とは言っていません。私たちがモデ や fda cdc と協力しているとは言っていないのですということなんですね普通であれば政府機関とかねアメリカの中でもそういうことやってるって言うんであればまだわ,わ,わ,わからないですけどね。わ <laughs> かるか言ってなんでわかるか、ね、まらういうがあったんですがウイの留守より知識的にするためにこれまでと同じように実在的敵対者が働いているかもしれませんということで、えー、これね誰とやったんですかねやってますっていうことはもう自分であの自白し んですけどもじゃあ、誰とやっとってんというところがね、一番気になるところということがわ、えー、かりました。これ、虎さん陣営もですね、あの、この発言に対して、あの、ツイッターとかでも結構出回ってまして、えー、ファイのザー社は、その、ウイのルスは、ウルモロモロ,ロも新しいバージョン作ってて、生きた細胞の中でより耐性のあるサーノズの進化、これを促してることを認めましたよ、ということで、えー、これ、どないするんですかねどんな落としまいをね、つけてくれるんですかね ま、このままやったら、ファイのザーね、もう終わってしまうかもしれません。だから、リポビタンデーでも飲んだ方がええかもしれませんね。ファイザー、一発ースでね、何一っぱーうとねでね、そんな感じのものがありましたで、ね、えー、お伝えさせてもらいました。次、アメリカですね。アメリカ、ビヨンデンですね。ビヨンデンが新型コロコロの緊急事態を宣言してまして、で、この解除しますって言ったんですけども、5月の11日に解除しますということを発表しました。ビヨンデン政権これ30日にこれ発表してるんですけども、国家の緊急事態宣言5月 11日に解除することを発表しました公衆衛生上の緊急事態宣言はファンデのミックが始まった2020年まあ、トラサン政権下でこれ発令されてましたけどもビヨンデンがずっとね延長延長とえ伸ばしてたとまあ伸ばすはのはゴムだけにしとけやってねなりますけどもただまあこのビヨンデンもですねやっとこんもうこのゴムも伸びませんでえ5月の11日解除するとえこれ発表しましたこれ気になるのが日本も同じタイミングですよね5月の8日だったと思うんですけどももともとあの あの、春ぐらいには解除します。ただ、あの、統一地方選挙があるから、えー、忙しいから5月にします前倒しにせと。<laughs> そこをなんで前倒しにせず5月のこのタイミングなんですが、よう分かりませんね。アメリカと日本が同じ時期に新型コロナロも終わりますということを発表したんですが、これね、WHO、あの、あそこはですね、緊急事態継続しますと解除のする時期、え示、ー、しません言うて、えー、そんなことを言ってました。ちょっと します、えー、WHO が30日、新型コロコロに関する緊急事態宣言を継続することを発表しました。あのー、日本とアメリカもね、もろ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 解除しますということを発表してるけども、えー、WHO は継続します、言うて言ってるんですねなんで逆なんですかね。誰やねんでね、大ぶら、言うてね、そんな感じですね。えー、世界の視察がなお多く、えー、中低所得国では、無胸賃接種は不十分な点を踏まえて判断をしました。解除時期の見通しや具体的な条件は示しませんでした。<laughs> 示せと まあ、こうなったらええんちゃいますがとかね、それぐらい言えやっていうことと、え、もう誰が緊急事態思とんねんってね、思いますけども。まあ一応2020年1月末から始まったそういった事態は4年目に突入することになったということなんですね。だからテドロスちゃん、テドちゃんだけはね、まだまだあの、頼ますわいでね、なんかお金もらうとかどか知りませんけども。とずあの、WHO は解除しませんという記事もありました。 で、そのビヨンデンなんですけども、今、やっぱり一番注目されてるのは、ま、あに言とビヨンデンでもそうなんですけども、ビヨンデン自身の機密文書、なんでまずあんねんと。で、その、なんか、鍵かかったロッカーから出てきました。その鍵誰が持っとってんのかね、誰が開けてんのか。えー、そんなこともありました。まずその、鍵開けた人間、それ、なんか機密文書触ろうとしてたんちゃうんかとかね、そんなあれもありますが、えー、それに対して、あの、調査はしますっていうことで、えー、特別検察官、えー、これが、あの、決まりまして、じゃどうなるんですか、証言するんですか、証言せえ、と。 いうふうに言われてます。で、ビヨンデンが初めて、えー、これに対してですね、意見をしました。なんて言ったかと言いますと、ビヨンデンは月曜日、メリーランド州のボルチーモアへの短い訪問の後、ホワイトハウスに戻ってきました。そのホワイトハウスもね、偽物やないかと。<laughs> まあ、出てきてますよね。で、記者団と話するために立ち止まりました。珍しく、ビヨンデンは立ち止まったんですいつまたらもフラフラフラら言うてね、無視していくところ、ビヨンデンが謎のあの、立ち止まって会話をしてました。まだこれ CG ちゃうかとかねそんな声もあるんですけれども、 ビヨンデンが31台のエイブラムス戦車をウクに送ることを承認した後のことになりまして、で、記者の方はビヨンデンに、ローバート・ハーさん、特別検察官に証言するんですかどないですかゴ分、うん、あの、ハぐんですかということを尋ねられました。 ゴムんんですすかかとはは聞かれてまませんけども今月初めアメリリカ司法長官官ののックガーランンドはビヨンデの機密文書扱いをを調査する特別警察官を任命しましたこの検察官もね、あの、トラさんのうんぬかぬかなまたちょっとなんか違うみたいですね。なんかあっち側というふうに言われてましたけども、じゃあ実際どういうことをするんですかえビヨンデンは尋ねられました。もし特別検察官があなたの証言を求めたらあなたは証言しますかビヨンデンが聞きました。ビヨンデンは私は特別検察官について一切知りませんと、そういうふうにあの、一周しました。 おかしいうて。<laughs> 何を言うとんねんと。特別検察官知りましぇん言うてね。知りましぇんちゃうわ言うてね。そんなことでね、答えなかったらしいんですよね。 皆さん、これはいいんでしょうか一国の大の統領なんても世界のね、アメリカのあの大の僧も世界のトップになるわけですから、世界のトップが知りましん言でね、そんなこと言う,という記事がありましたので、お伝えさせてもらいました。ビヨンで何を言っとんねんと、思われ方ですね、ぜひ、これはグッドボタンよろしくお願いします。最後にその息子ですね、知りましぇんの息子、カリウドですね、カリウド知りましぇんがですね、また三つ目の電子メールがこれ分かりまして、もうこれね、間違いなくこれ数のパイですね、もうホワイトハウスとい 一緒にねねやってですな、ね、なんかかその情報めちゃ漏れ取れないかといとうこととがありままししたちょっと記事紹介しますこれはニューヨーク・ポストのミランダさんがですね、これこれ報道してくれてるんですけども、アメリカ政府の機密資料が盗まれてると、含まれてますよっていう電子メール、またこれ提供してくれてまして、あの、1個いいですか、これ3個目なんですけども、1個。 一発で出してきてたわ。一発で。のファイザー一発ちゃうで、ね、その一発で出してこいやとね、思います。ま、あちょいちょいこう小出しで出してくれてるんですけども、今回あったのが、前はあの、ブリのスマートのね、なんかより行きますからうまいことやっといてなとかなんかそんなことが、えー、ありましたけども、またね、これ違いまして、えー、カリウドビヨのパソコンで100件刺さった電子メールは2021年以来 DOG によって調査されて、伝えてられている、えー、ブルースターストレージですかね。ちょっと読めないですね。シーンケリーさんから送信されたものになっております。 で最初のブリのスマのその一環として当時ロン・ジョンソン上院議員共和党の方になるんですけどもを率いるアメリカの上院国土安全保障政府問題委員会はブルースター戦略を調査し会社からの召喚状と証言録種に投票をしましたこのブルースターなんとかっていうのがですねかあの2021年の調査がありましてその時にはブリのスマそこに代わってアメリカの政府にロビー活動を行うことを中心に行われているというふうに言われているんですけども このちゃんととししたた登録とか一切してないみたいみで、してて、まあ、誰やややねんんとっ <laughs> ったらあかんやろっていうことをなんか言われてるらしいんですよねでこのキーリーのメー,メールの方ではですね、カリウド・ビヨンディアン、デボン・アーチャーを含むローズモント・セネカの多くの個人、あと CEO のカレン・トラモン・タノとサリー・ペインターを含むブルースタースト・ストラテジーの個人、あと COO、あとブリのスマの一人に個人に送信されていました。まあ、もろもろこう、いろんなメールのやり取りがあったらしいんですけども、えわ、ー、かったのが、 ホワイトハウスは内であのビヨンデンがなんかウクに行こうかなとかなんかそういった内容のあの会議ですね、えー、電話会議を主催しましたでブルースター戦略チームからの電話会議の議事録を添付したメモが添付されていますなんかここが一番問題みたいですよ。まあ、大きく5つですね <laughs> 5つの問題が明らかになりましたまず1つ目電子メールの添付ファイルは ホワイトハウスの電話会議のメモ内容であり、機密扱いになります。だから、共有することはまずいい方なんですよね。そりゃそうですよね。ホワイトハウスでは会話した内容なんで、出とんねん、ということです。で、二つ目。メールの文面からえ、ブルースターストレイ・ストラテジーですね。このような機密情報を受け取ったのは、これが初めてではないようです。えー、初めてなんか何回も何回もこう受け取ったっていうことが分かりました。三つ目。添付されたメモは、常備音殿のウくへの旅行に関するものであり、常備音殿が機密情報の共有に 関与していることを示唆しています。だから、じあの上、ビヨンデンさん、あんた噛んでますよね。と分かってますよね。とあ、でも機密文書って意味分かったんかということをですね。で、4つ目、この情報にはビヨンデンの旅行の課題だけではなく、ウクに関するビヨンデン。あとオビバの方針も含まれているということですね。だからオビバもね。これ一っちがみしてるんちゃいますか？これ出てくるかもしれませんね。で5つ目最後ですね。この電子メールは外国のエンティティであるブリの妻に。提供 されたものになりますこれ自体が数のパイ活動ですと <laughs> いうことなんですねだからあのー、ホワイトハウスと一緒になってこれ数のパイやっても取れないかということがねこれ分かりましたが狩人ビヨンデンだけじゃなくて親父の方のゴムンデンゴムンデンも一丁がみしてるとただもうオビマも噛んでるということでこれねあのねいろいろ一層してほしいなと、えー、そんな風に思います本以上になります次回の動画もよろしくお願いしますさよならます